下短パンごめんなさい、ごめんなさい。姉エゴさんですか、どういうこと。エゴさん好きです立つしか、やだ、ちょっと短パンだからちょっと足をさらせないのでごめんなさい足を見せれるのは衣装着てる時だけですとか言って。こんばんは、ひらひら声、うん、そうね、ひらひら多いね。確かにそれは、それはある。やほやほ。あ、そう、公演って言ったら思い出した、15日の 15? の青春ガールズ公演に出させていただくんですけど、イエーイ、そう、選んでいただけて嬉しいです。15日イエーイ、そうですね、15ですね、楽しみ。みんな見に来てくださいね。見に来れる方はぜひ応募してくださったら嬉しいです。応募しましたか、嬉しいです。そう、15日出させていただきます、めちゃ嬉しいですね。そう、8人初8人公演の、あとお客さん、ファンの皆さんと直接会えるということで、もうそこが初の劇場デビューって言ってもいいよねってぐらいですね。すごい嬉しかったです、ありがとうございます。ぜひ皆さん見に来てください。今頑張って立ち位置など覚えてます、立ち位置はもう覚えたので細かい振り直しとかなんですけど、よかったら応募してくださったら嬉しいです。サイリウム振ってください、お願いします。みんな見に来てね。でもさ、こう見に来てくださった時にさ、私のファンがあれ見当たらないとかだったらめっちゃ悲しいよね。頑張ります、ちょっとカラコンが、ちょっと待ってね皆さん。 OK、 立ち位置8人だと大変。え、でも結構変わったりするし、モテ上手とか違ったりして、えーってなってたけど、なんとか大丈夫、やってきてます。青春ガールズの立ち位置はめちゃめちゃすぐ覚えた、1回で分かったけど、後半の曲シンデレラとか黒石は初めてやらせていただくので、劇場で。そう、まあでもまた今月報告ができると思います、嬉しい。15日以外も楽しみにしててください。西井さんとミクルの、ありがとうございます。そう、1015で出ます。そう、グループで喜んでた。ちょっとごめんなさい、髪の毛の手直しが多くて。そう、今日の音もこちら、私の大好きな豆乳、前も多分見したことあるのかな、じゃん、こちら YouTuber っぽいですね、見えますかね、見えますかね。私が見てる YouTuber さんがいつもなんか紹介するときに見えますかね、見えますかねってやってるの、知ってる人いる。紅茶味、これをママがたくさん冷蔵庫に買ってあります。これを今日は飲む夜ご飯です。あとなんか夜ご飯あると思うんだけど、こういうものとか水をね、食後の前に飲むことで、あの食べる量が減るので、うん、めた美味しい、甘いんだけどね、毎日美味しいって書いてある。あ、ちょっとリップついちゃった。でも15日の公演までに本当にちょっとだけでも細くなりたくて今頑張ってて、そう、体重久しぶりにアプリにちゃんと毎日載せてるんですけど、のばめで、あれを書いたの、インドカレーを食べたっていうのを確か載せて、そう、なんかウーバーイーツで頼んだんですけど、そう、ちょっと久しぶりに両耳がけしてみる。なんかさ、いろんな話変わりすぎだね。ちょっとたくさん話したいことあってごめんなさい、ちょっとたくさん、 あとついでに話しとくんですけど、あのファンの皆さんと大富豪ができるように、これなんていう時計なの、これ何時計っていうの、何時計でん、ちょっとわからないんですけど、あの何分何秒
何時何分何秒って載ってる時計を買いました。電波時計、そうだからファンの皆さんと同じ時間帯できちんと始められるように買いました。買ったばっかりなのこれ。ピンク、あピンクっぽく見えないかな、ピンクなの。どうやったら伝わる？薄ピンクなんですけど、今日ねやろうか迷ってるんだけど、なんかまだ時間がちゃんと設定できてなくてって思ってる。そうでも一応買ったよっていう報告だけしとく。どうやったらピンクに見えるかな。ピンク、やだゴミついてた服ちょっとだらしないわだらしないわ。嘘、伝わってほしい。写真に載せよっか。じゃあモバメの写真。あそう今日ねブログ更新日なんですけど、まだブログかけてないんです、ごめんなさい。すぐ書いてマネージャーさんに送りますね。ハロウィンの時のメイドの写真をあげようかなって思ってるんですけど、すぐ送るので皆さん待っててください。そう今日まさかのねブログ更新日だった、びっくりぽん。頑張って送ります。そうファッションフォーユー期間中、あーみおちゃんがね立候補してるんですよね。ちょっと私ファッションフォーユーねルールわかんないんですよね。私もいつかそういう自分がやりたいなと思った企画に立候補できるように。自信ないから自分に。あみかるんこんばんは。あ久しぶりです、こんばんは。ちょっと真っ白にしか見えないと言われてしまったのでちょっと悲しいです。でもねこういう時計使い方わかんないの、勉強しとく。ブログの質問ってまだ募集してますか。質問ありますか。逆にある、あったら全然してほしいです。昨日西井さん、あそうなんかりがこちゃんのなんかLINE の名前がなんかリカになってたみたいで、そうなんか最初リカちゃんだと思ったらしい、その何 LINE の相手がらしいです。全然いいよ、してください。ハッシュタグつけてくれたら見ます。見るね、ちゃんと。ちょっと今日画面と近いかな。ちょっとねこっちの顔の方がね可愛いって言って笑えてるからってこっち耳かけしているっていう、ちょっとすぐ調子乗っちゃう。質問ある？全然じゃん、質問してください。じゃあ今日のブログで質問返そうかな。まだブログ書いてないから質問ある人今日この配信終わったら。そうパッションフォーユーはなんか推しメンだけ設定して、10期誰一人ルール分かってなかった。10期あんまりゲームしてなくて、大富豪でさえもみんなこれどうやってやるのって言ってたけど、なんかりかこちゃんだけすごい詳しかったから。はやかちゃんは大富豪すごい詳しくて、私はやかちゃんにすごい教えてもらってたんだけど、そのおかげで皆さんと対戦できてる。ミクラなんでそんな可愛いんですか。可愛くないですよ、ありがとうございます。2回可愛い、ありがとう。普段あれですね、暗証の髪型だとこっちかな、編み込みしてもらってるけど。そうミオちゃんもルールわかんないって言ってて、そしたら10期誰一人わかんないって言ってたから、そうあれってなってた。誰に聞けばいいのってなってた。そしたらなんか教えてもらえたみたい、そうみおちゃん。そうそうそう、はやかちゃんはあれ最近、まあ、会ってないのであれなんですけど、この間のハロウィンの配信見ようと思ったんだけど見れなくて。何してたのあれ、はやかちゃんなんか作ってましたよね。みおちゃん頑張れ。そうですね、オタクだったみたいですね。なんかすごい草生えてる、ありがとうございますそう多分ハロウィンの配信終わってからしてなかったから、
ハロウィンの配信で私を初めて見た方は多分仮装してない私を見ると思うんですけど、なんか大丈夫かな、急にさかぼちゃ切り抜いてる画像、かぼちゃだよねやっぱり、あれジャコランタンってやつだっけ、びっくりしたよ。大富豪のスタンプ実機性、え考えたよ、考えた気がする、なんかつく考えたよ、大富豪のやつありますか。私こんばんは、こんばんは、ミカルの彼女の伊勢さん、そう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 らしいですね、私の彼女なんですか水木ちゃん、すごいさ言われる、イチャついてるって、ありがとう。でも私は水木ちゃん好き、でもミキちゃんもなんかミカちゃんもすごいなんかライバル心持ってわかんない、でも私はあれなの、みずきちゃんがすごい癒しだから、うん、私メンズ側なんだね初めて言われた、みくるちゃんって可愛いな、ありがとうございます初見さん、ありがとう、名前褒めてもらえるのすごい嬉しい、ちっちゃい頃自分の名前好きじゃなかったの、めっちゃ好きじゃなかったから、ファンの方がこうやって名前褒めてくれるのすっごい嬉しいんですよ、初見です、ありがとうございます、ありがとう、初見です、ハートありがとうございます。みずきちゃんのそう奪い合いになっちゃってる、でもみんなのみずきちゃんだから、みんなで大好きっていう愛を伝えます。多分世界つく、え嘘、なんかみくるって名前って出会ったことなくて、なんかアニメとかでちらほら見るぐらいで全然見たことないし、未来って感じで見たことないから、しなんかみくるって名前本当に好きじゃなさすぎて、なんかわかんない、珍しい名前だったからなのかもしれない、なんか自分はなんかもっとこういう名前が良かったなってあったりしたんだけど、まあでも今はこうやってファンの人がね褒めてくれてるから、名前めっちゃいい、ありがとうございます初見さん、初見じゃないけど、えでも初見マークついてますよ、未来、そう未来、でも一回もちゃんと名前呼ばれたことないからちょっと悲しい時もある、もうね病院とかもそうだし、まあもちろんそうだと思うんだけど、初めて会った人は絶対未来さん、未来ちゃんみたいな、ミキちゃんみたいな、だからミクルですって言うとえみたいな、絶対かえって言われるの、そうミクルの構え落ち着いた大人の雰囲気だね、本当に JK 落ち着いてないですよ全然、でも JK です、ねえすごいセンスが素敵です、だってパパが喜びますわありがとうございます、そうそうそう、ちょっとね毎回だから、本当に本当に毎回すぎてちょっとなんかうんってなる時もあるけど、まあでも仕方がないですね、 JK そうだよ、ね、JK JK だよ、そうこんばんは、こんばんは、そうだからみんなミクルで覚えてね、396396ミクル、こんばんはミクルのこんばんは、アイコン変えたかなこの方、違うかな、そういうひよこのアバターの人か、あーこの間来てくださった方ですね、みーショールームまた見て見て好きとか言っとった、ありがとう、じゃあ私も好きって伝えといて、また見に来てねって言っといてね、みくるん、えこれはさつまいもってみずきちゃんじゃないみずきちゃんじゃない、ちょっとみんなかわいいかわいい大好きなみずきちゃんが来てくれたんだよ、けどちょうどみずきちゃんの話してたんだよ、そうみずきちゃんそう話してたの大好き、えみずきちゃんだから呼んでいいのかと思った、ダメだったかな、大好きみずきちゃん、もばめ取らせますね、ぜひ好きみずきちゃん、なんかさみずきちゃんのさ配信見に行った時も絶対私さみずきちゃん可愛いってコメント、ファンみたいなコメントしちゃうんだけど、ごめんね、でも好きなの、かわいい、そうなんかみずきちゃんがかわいいっていう話をしてたの配信で、
みんな、そう。エゴさんのカラオケ配信もち見ました。ちょっとね出遅れちゃったんだけどね、始まって25分ぐらいでちょっと見に行っちゃったんですけど、しっかり見に行かせていただきました。もちろん見たよ、エゴさんの配信は絶対見てるから。最初から配信見れなくても途中からでもちゃんと見てるので。そうそうだよ、みずきちゃん可愛いの。なんかみずきちゃんは最初ね、ほんと10期生でみんなで顔合わせた時に、なんか私みたいなこのなんかハイなテンションはちょっと嫌いなのかなってめっちゃ思ってたの。なんかだけど今ではすごい一緒にいて楽しいし、なんかどんどん素な姿を見せてくれてるの。みずきちゃん好き、本当に可愛い。みずきちゃんの可愛い写真ねいっぱい持ってんだよ私。そう、可愛い動画も持ってる。そう好き。ありがとう、そうさっきねギフトありがとうございます。これ何なんだろう、肉まん、何これ、肉まんありがとうございます。なんか妖精みたいな、ありがとうございます。こんばんみ、こんばんみ。ミクロに100円以内に入ってくれたら見つける。でもいつもどの辺にいるかな。こないだはねあれあげたの、あの可愛いっていうスタンプを送りました。ピザマン、ピザマン大好きだよ。ピザマンありがとうございます。肉まんもありがとう、ありがとうございます。そう、可愛いっていうスタンプをあの2つ送りました。そしたらエゴさんがあの気づいてくれて、さあみずきちゃんのスマホにミクロの可愛い、え、それはないと思う。私が勝手に可愛いみずきちゃんパシャパシャ撮ってるんですよ。そう勝手にねパシャパシャ撮ってるので、一人で「あ可愛い」ってファンみたいなね感じ。そうありがとうございます。私ピザマン好きですよ。え、ミクルのか、え、私ミクルの片思いしてんの、みずきちゃんに、え、両思いになれますようにって願っとくあ、かわいい、ありがとうございます。ありがとう、かわいい、ありがとうございます。そう、この間エゴさんにもかわいいを送りました。2つ送ったの、初めてそういうギフトをあげました。買ってもめに送ってください。もめ入ります、本当ですか。じゃあもめにみずきちゃんの写真を載せますね。課金した、初めてエゴさんのために送りたくて、ついすみません。エゴさんびっくりしてた、えーで課金とか言って、だから直接言ってくれたらいいのにって。直接ねもう言い過ぎてちょっと可愛いってことをね。でも私結構上目にいろんなことのさ、ツーショット載せてるよね。10期、みずきちゃんも載せてるし、みおちゃんとのツーショット、あとみきちゃん、ゆかちゃんは絶対載せてます。ツーショットだね、みくれは仲良く、あ、そう、ちょっとね寄りすぎちゃったんだよね。けどもうねあのしないです、課金は。ちょっとしてみたかっただけなの。そう、それあー、そう、たエゴさんね、タワーはちょっとね、タワーはあげ、タワーはちょっと、クマ、クマってクマ投げた伝説になるの、悩む危険じゃないのに、あ、そういうことだったんですね、ありがとうございます。え、違うの、なんかみおちゃんとの写真であるんですけど、まだ載せられない衣装だったりとか、なんか順番に待っててください。みおちゃんとのツーショットは全然ありますよ、全然ある。むしろ次青春ガーズ出た時は絶対5人で写真撮ると思うので、し2人でも撮ると思うから楽しみにしてください。うん、結構まだ見せられない写真あったりするから待っててください。
衣装隠した顔だけの写真、うん、全然それでもいいけど、せっかくなら可愛い衣装とともに見せたくない？その衣装特に私嬉しくて着れたのが、だからそれも載せたいし、そうっていう感じ。すごい可愛い衣装だったの。そう、こんばんは、初見さんだ、こんばんは、ありがとうございます。メガネかけた方ですね、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。定位置以外で5人、定位置以外で5人で行こうと、どこだろう、でも韓国料理屋さんですごい私が美味しかったとこがあるので、そこは5人で行きたいなって思ってたりするけど、って感じ。あとはどこだろう、あ、ユニバ行きたいねって喋ってた。そう、ユニバ行きたいって喋ってましたね。お洋服かわいい、ありがとうございます。新しくこの間買ったやつ。そう、10期生はまとまりがあって見てて、本当にまとまりある？人数少ないからね。まあこんばんは、あ、くしゃみ出ちゃいそう。インドカレー屋さん、インドカレー屋さんはね、私あれウーバーイーツだったからね、あれなの。そう、こんばんは、こんばんは。愛知県民はユニバっていうの？え、ユニバっていう。そう、ユニバって言います。大好き、ユニバ。そう、そうなの、そうなの。5人で行きたいねって話してたり、まあ5人でまたいろいろ行けたらいいですね。長島の話もしてた。え、 USJ っていうの？え、ユニバじゃない？ USJ って周りで言う人いないな。ユニバ、インドカレー、うん、なんか私インドカレーあんま好きじゃなくて、なんでかって言ったら、なんか私本当に潔癖すぎて、いろいろ苦手なことが多いんですよ。おにぎりとか、なんか本当にいろいろ苦手で、潔癖すぎてあんまり食べれなかったんですけど、チーズナンが美味しかったので。そう、そう、うん、チーズナンだっけ、うん、まあ頑張ってっていうか、まあ焼いてるからっていう意味で。雲は大丈夫なの？雲好きじゃないですね。長スパ、ああ、え、潔癖、めっちゃ潔癖。あ、そうだね、あんまり話せなかったかな。おにぎりも、あのママが作ってくれたおにぎり以外は食べれなくて。え、でも火を通せばって言うけど、あんまり好きじゃないの。クモの糸、うん、本当に潔癖です。おにぎりも苦手だし、うん、そうですね、あんまり家族以外が作ってくれる料理あんまり食べれなくて、本当に苦手、嫌ですね。めちゃくちゃ潔癖、本当に潔癖、本当に。握手会は大丈夫だよ、それは大丈夫。ガオ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 、初見さんありがとうございます。そう、食べ物系に関しては本当に全然、握手会とかは全然大丈夫なのに、食べ物系に関してとかはすごい嫌です。なんかおにぎりも、おにぎりが一番、本当におにぎりはもうダメだね。そう、あとはお寿司も、うん、かな。うん、だから最近用意されてたお弁当でおにぎりが入ってたの。それ話したよね多分。おにぎり入ってて、サランラップが巻いてあったんだけど、おにぎりに
サランラップの上からやってると思うな。今の時期もそうだし、今のこの時期も考えてちゃんとそういうのは配慮してると思うんですけど、それでも怖くて食べれなくてお腹空いたままお仕事してました。おにぎり食べれなくて。そう、あ、そう、回らないお寿司も行きたくないですね、できれば。だからあんまり食べれない、回らないお寿司っても。そう、食べたいよ、食べたいけど、そういう意味で食べれないから、うんって感じかな。だからママにいつも言われる、もしお仕事でなんかどこどこさんのお米の使ったおにぎり出てきたらどうするのっていつも言われる。だからそれは難しいって喋ってたそのお仕事は難しいって。そう、よく生きていけるな、全然生きていけるよ。むしろこんなんで生きていけない人なんているの？全然。で、怖くないもん、怖いよ。え、なんかマック、ちょっと待って、なんかマックもなんか手袋つけてなかった時があったみたいで、昔それ聞いてマック嫌いになりそうだった。そう、今はね手袋してると思うんだけど、手袋しててもなんかちょっと気分的にはあんまり食べたいとは思えなくて。どうしたどうした、 CM もできないじゃん。いやでもそれはもう仕方がなくない？怖いじゃん、もう本当に怖い、何があるか分かんないから本当に怖くて無理です。そう、だからあと何だろう、ママが作ってくれたおにぎりだったら全然食べる。そう、知ってる知ってる、高いお寿司屋さんは素手だから、だから食べたくないですね、食べに行かない私は。素手だからやだっていつも言うそう、あとペットボトルの回し飲みもあんまり好きじゃないね。でもつけ麺飲み、そうだね、そう、難しい。なんかジュースの回し飲みもあんまり好きじゃないですね。部屋の掃除あんまり、部屋で過ごさない私、あんまり部屋で過ごさないので。え、本当にやだ、おにぎり企画とか来てもありがたいよ、企画を用意してくださるのはありがたいけど本当に無理かもしれない本当に。そう、こういうのってダメなものはダメだから、例えば嫌いな食べ物を食べようっていう企画だったら食べれるけど、頑張って食べるけど、そういうのってさ違うじゃん。じゃあアレルギー持ってるのに食べよう企画なんて絶対嫌じゃん。そう、ジュースのね回し飲みとかね、あんまりね好きじゃない。あ、うん、そうだね。え、でもあのドリンクバーあるじゃないですか、なんかドリンクバーのコップをなんか拭いたらすごい汚れてたっていうの知りません？ TikTok ですごい前に流行って、流行ってとか流れてきてバズってて、うわーって思った。その時はそれを見た時はうわーってなった。あんまり嬉しくないですね、あのに、うん、それならもうお水でいい。コンビニのおにぎりは食べれる。でも友達と食べ物交換とかしないの？しない。いやでもなんかああいうのさ見ちゃうとさ嫌になり、なりません？なんでそういうの載せるんだろうってちょっと思っちゃう、抵抗を持っちゃう。でも難しいです。でも昔はこんなことなかったんだけどね、なんか急にこういう感じになり始めた。おにぎりとかもそう、コンビニはなんかちょっと安心するけど、おにぎりはね難しいね。いや洗ってくださいもそうだけどさ、そう、みきちゃんもびっくりしてた、えみたいな。でも潔癖症って結構周りにいます。リカちゃんも結構、私わかんない、そういう話はちゃんとしたことないけど、なんかリカちゃんも意外にそうだよ。
パンとかもなんかあれらしい、こうちぎパンを一口ちょうだいって言ってこうちぎるのも嫌だって言ってた。ちぎられるっていうの、あの嫌だって言ってた。でもみきちゃんはなんか学校にあのなんか自分の机に他の子が座ったら拭くって。え、何、私あんまりそういうっぽくないってこと、潔癖症っぽくないってこと、潔癖っぽくないってこと。それはもうちょっとなんかいいイメージじゃないね。あ、綺麗好き、あ、そう、綺麗好き、そう、綺麗好きって言い方に変えよう。あ、釣り革とか嫌ですね、あんまり嫌ですね。電車基本乗らないので私でも、そう、でも別に机座られて拭くっていうのはないけど、自分も人の席座るし、だけど、うん、拭こうとは思わないかな。でも芸能人でもいますよね。恋人できたら大変だぞ。あ、でもね、その言ってたみきちゃんのあの友達、同じ、わかんない、その知ってる子がチキンシートでそうやって机を拭かなくちゃいけなかったんだけど、恋人さんができた時に全然そんな潔癖症出てなかったよっていう話をしてて、とか言って喋ってた。あ、だからバレンタイン、そう、バレンタインって嫌じゃないですか皆さん。もうね、バレンタインね、あんま好きじゃないんですよね、本当に。そのバレンタインダメね。バーニー姉さんなら吹かない。え、バーニー姉さん、バーニー姉さんは綺麗好きそうだったけど、まあ、まあ人で判断しちゃダメですね、そういうの。愛がこれらしいよそう、手作り友情あるね。うーん、あるね、中には。そのね、その本当に昔っていうか最初の方はね、やっぱみんな手作りで頑張るんだけど、もう今は全然もうなんか板チョコ杯ぐらいの感じだよね。けど本当にね、手作りチョコって怖いですよね。バーニー姉さん絶対潔癖、いや、どうなんだろう、あんまイメージないかも、あんまりイメージない。家族なら OK、 ママは大丈夫私さ、くしゃみしたらこの間リカちゃんにさ、なんかめっちゃなんかえみたいな顔されてさ、なんか作ったくしゃみだと思われてた、多分思われてる、可愛くぶったくしゃみだと思われてる多分。そう、え、なんかみんなにすごい今日惹かれてる気がする。ちょっと惹かないで、みんな潔癖症の話したらみんなすごい引いてるじゃん引いてるじゃん、やめて、悲しいよ。チョコは板チョコだったかな。板チョコは全然食べれるよ。そう、くしゃみね、なんかすごいね、えって顔されて、そう、悲しかったです。引いてない、よかった、話題変える、そんなそんなことないよ、かわいい、ありがとうございます。みくるん、こんばんは、こんばんは。何の話題にする、何にする。チョコは、え、最近アイスを食べてないって話しますね。じゃあみおちゃんがなんかのチョコ、なんかのチョコのアイスを1日に2つ食べたっていうのを言ってて、そう、アイスを最近食べてないなっていうことに気づきました。そうです。え、でもね、寒いもん、でも寒い時のアイスも美味しくないですか。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。あ、そう、チョコパイアイスをなんか美味しすぎて1日2つ食べてって言ってた。うん、こたつに入ったことないから、そう、え、これさ見て、左下にさ、みずきちゃんのさアバターがゆらゆらしてる、かわいい。チョコミント食べれますか。食べれますよ。チョコミント食べれる人はなんかすごい偏見持たれてません？ごめん、なんか今日すごい前髪の調子が悪い気がしちゃう。
私がね最近食べたアイスは辻利のなんかホワイトチョコのなんか挟んであるのか食べたいんですけど、まずコンビニにそもそも行かなくて、行った時も売ってなかったんですよそもそもね。えなんかチョコミントが食べれる女の子はなんかちょっとなんか変わった女の子みたいな、そのなんかあんま言えないけど、その変わった女の子みたいな。えでも欲しいんだけどね。マカロンアイスのキャラメル食べてない、もうコンビニに行ってない、全然コンビニに行ってない。まあでも別れ、えでもなんか前ねミヤちゃんとそのリカちゃんのご飯食べた時にデザートでなんかワッフルかなんか食べた時に、あのリカちゃんがそのなんか上に乗ってるクリームがチョコミントのクリームだったんですよ。そしたらなんか全部それを別のお皿に移してワッフルだけ食べてて、私がえって言って、チョコミント嫌いなのって言ったら、うんとか言うか、私が食べてました。うん全然まずくない、まあ歯磨き粉っぽい味っていう言いたいことはすごいわかるんですけど、よろしくです、こちらこそよろしくお願いします、ありがとうございます。そう可愛いね、ありがとうございます。そうチョコミント、えそんな別のお皿に移すと思って、全部移してた綺麗にねえ、ディスられちゃった、コンビニ覚えたら二の腕倍になるのだって、うわーディスだそれは。佐藤すみれさんね、佐藤すみれさん好きでしたよ、チョコミント美味しい。すごいディスられちゃった、二の腕倍になるって悲しい、一番気にしてるところ言われちゃった、なぜミントディスられちゃったっていうこと。あーパクチーね、そうそうそう、ミクルンこんばんは、こんばんは。カーテンをなぜ変えたの、なんかちょっと印象悪めかなと思ったからこっちに変えました。でも大丈夫、私も二の腕気にしてるよ、もう15日のバージンラブとかの衣装が本当に不安なんですけど、皆さん気にしないでください。体育座りのえパッションフォーユーの写真全部ブサイクで結構萎えてます、結構ブス大富豪の方がまだなんか漏れてる気がします、私だけ。まあでもよかった、可愛いって言ってもらえて嬉しいです。なんか全部つい悪いんだよね、そう私の顔が。カメラは正直なので、そうカメラ嘘つかないから元が悪いんですよ。可愛い、本当に嬉しい。そんなことありがとうございます。そうでもバーニー姉さんこの二の腕好きって言ってくれるからね、ありがたい。そうなんかあのミキちゃんが私が見てる YouTuber さんね、おはようでやんすの人の YouTube をすごいハマってくれて、チャンネル登録をしてくれたんですよ。そうチャンネル登録してくれて、でその3人組なんですけど、私がその見てる YouTuber さん3人組なんだけど、その方たちがですねその YouTube を上げてて、最近 Vlog を上げてたんですよ、 Vlog をね。さあみきちゃんから急に LINE が来たわけですよ、昨日私が湯船入ってる時なんですけど、ライン来てなんか結構なんかねえねえねえみたいな、ミクルンみたいな感じだったから、えなんか急いでるのかなと思って、なんかあったかなと思って、でどうしたのって言ったら写真来て、そしたらその YouTuber さんが載せてた動画のスクショを送ってきて、見てって言うから、え待ってじゃあその動画見てくるって言って、見たらこの間のハロウィンね、湯船で携帯触る、え全然触る、昨日1時間半ぐらい湯船使ってました、あのまさかの10月31日のハロウィンにその YouTuber さんの3人のうち2人がオアシスにいて境にいたんですよ、もう衝撃的すぎて、えーみたいな、境にいるみたいな。でもみきちゃんがえめっちゃ会いたかった、めっちゃ会いたかったって言ってて、で私がなんか
すごい本当にそんななんかキャラの人がね、あのこの世の中にこんな面白い人がこの世の中にいるのかと思って、そうで、まあ会ってみたいなって、もうすごい友達になってみたいってすごい思っちゃうぐらい面白いやん。こんな子が友達だったらめっちゃ楽しそうだなって思うんですけど、もしみきちゃんと喋った時に、もし遭遇した時に話しかけてどうする、めっちゃ素っ気なかったらって話してて、何々さんですよねみたいな、おはようでやんすみたいな感じで、こっちがこういうノリで言ってなんかはあみたいなリアクション取られちゃったらもう一生 YouTube 見れないって話してたんですけど、なんか多分遭遇された方とかで写真撮られてた方とかいたみたいで、その YouTuber さんとみきちゃんと、えーみたいな、会ってみたいねって言って、それをすぐバーニー姉さんに報告しました。すごいね TikTok とかでね流行ってるらしくて、その私が見てる YouTuber さんがなんか毎回バーニー姉さんが送ってくるんですよ URL とともに、見てみたいな、なんかおはようでやんすだから、なんか朝の挨拶の時に送ろうみたいな感じで、なんか動画がそうやってカットされてるのがあるみたいで、あそうそうそう、私見つけた時にルンルンルンって言って引かれたらどうしようみたいな、そんな感じだと思う多分。そうだからバニー姉さんに送って、えいたらしいよって言ったら、えみたいな、名古屋の人なのって言うから、えわかんないとか言って、会ってみたいって。ねハロウィンね、なんかあれらしいね、ハロウィンすごかったらしいですね、なんかりかこちゃんも言ってましたね、かわいいコスプレしてましたね。めっちゃ面白いんだよ本当に、みんな見てみて、派手な姉さん、あ派手なお姉さんね、元気だよ全然元気。昨日妹と荒野行動してたら、あのしてましたね、そうハロウィンね。でもあれですね、逆に名古屋のさ子たちはさ、名古屋の子たちじゃない、名古屋のねそういうオアシスすごい話題になってたけど、東京の方全然あれだったよね、だから名古屋の人たち大丈夫かなって感じだった。3人のうち誰が推し、えもうそれはもう、それはもうおはようでやんすの子でしょ、ちょっと名前言っていいか分かんないかな、ミクル見つけ大スポーツして通報しませんよ、えもう絶対妹幼稚園児がこういう行動、うんこういう行動してますね、6歳が、6歳こういう行動してます。渋谷は去年、あそうなんだ、え分かんない、名前言わない方がいいのかなって思って言ってないだけなんだけど、言っていいのかな、でも本当にみんなに見てほしいの、分かんない、みんなは面白くないかな、えみくるんこんなのが面白いのって、でもみきちゃんはすごい笑ってくれるの、もうみきちゃんと一緒にねあの動画見てたら、もうみきちゃんとずっとお腹抱えながら、うん通報するんですね私の立場だったら、でも私はあんま声かけないと思うので、もし誰かに遭遇しても別に、お見かけしたことあるけどね、いろんな芸能人の方とか、そうそう SKE さんとかは結構見たことあるし、他の界隈の方たちとか見たことあるけど、あんまり話しかけないかな、プライベートはねあんまり、あそううちら三姉妹めっちゃ面白い、超最高、そうだから前あの SK 入ってからだけどね、友達と歩いてたら目の前にね可愛い女性がいて、友達が前の人可愛いねみたいな、細いねって話してたらエゴさんだったりもしたんですよ、でも話しかけませんでした、エゴさんなんか分かんない、話しかけていいのか、エゴさんですかって話しかけていいのか分からなかったので、話しかけなかったりもしたんですけど、やっぱり友達がねそうエゴさんだったんで、え話してましたよね確かこれ配信で、
そう、たまたま友達と遊んでて信号をお待ちしてたんですよ。したら友達がね、その本当に目の前にいて、エゴさんがその時で、まあ、私はエゴさんだと気づかなくて、最初見てなくて、友達が前の人みたいな、細くてみたいな、色も白いしなんかって感じで、でパッて見て、あれみたいな、誰かに似てるって思ったんですよ。で歩いてて信号渡ってて、したらもう可愛いんですよ、もう存在が可愛いんですよ。でえじゃあ私はもうすぐ、あでもその時はもう全然好きな、全然もう好きです、ずっと好きなので、はい、その時も好きですよね。そうしたらエゴさんだったんですよ。けど話しかけませんでした。なんか話しかけて、お仕事に向かってる時なのかちょっと分かんないし、ちょっと自分のね一人の時間もあると思うので、あの話しかけませんでした。でも可愛かったです。友達はね、話しかけたらって言ったんですよ、あの挨拶ぐらい、なんかお疲れ様ですぐらい言ったらって感じだったんだけど、やめた。そう、もう可愛いの、もう可愛いんですよ。だから本当に可愛い、浮いてるっていうのも、可愛いのがもう隠しきれてませんでしたね。可愛いのが隠しきれてなかった。そう、もうねスタイルがもう違うの、細くて色が白くて可愛いんですよね。もうなんか可愛い、溢れてた可愛いが。忙しいからまた来るね、可愛い好き、ありがとうございます。あ、ありがとうございます、ひよこの方、ありがとう、可愛い、ありがとう。今度 SK、 えでも SK に入ってからだよ。でも SK に入ってからいつだったかな、それ今年のねいつぐらいかな、私がジアレ行った時。そう、ありがとう、ひよこさん、ありがとう、ひよこさん。そう、入ってから本当にね、あれだよ、エゴさんと結構お話しさせていただいたりとかもして夏かな、写真残ってるよ。あのそのエゴさんとのじゃなくて、そのエゴさんにお会いした時の写真、した日に私撮った写真。ミレイちゃんとか歩いてないかな、え、わかんない、え、9月ぐらいかもしれない。9月かな多分、うん、9月の23日とかだもん。だからもうあれですね、認知というか、そう、え、でもさ、挨拶した方がいいかもしれないけどさ、何、なんかあれじゃん、プライベートの時だったらさ、すごいあれじゃん。そう、だからちょっと怖くてやめました。ありがとうございます、バラの花束、ありがとうございます。そうだよ、最近だよ。けど向こうはね気づいてなかったんですよ。そう、ただ私がそう迷っちゃうよね、なんか挨拶して遅刻しちゃっても嫌だし分かんなくて、なんかそういう時どうしたらいいんだろうと思って、初めてそのなんか SKE 入ってからその遭遇したので、なんかそういう時って声かけていいのか分からなくてめっちゃ迷っちゃって。TO 認定されてる時期なの私。お一人、そう、エゴさんはお一人で、私は友達といました。だから3人で行った。そう、だから自分が話しかけられたらどう思うかとか、なんかちょっとなんかいろいろ考えすぎて、そしたらなんかエゴさんがちょっとお店に入ってっちゃったので、なんかそこまで追いかけるのも変だなと思って。そう、小学生に声かけたらちょっと怖いよね、ちょっとミレイちゃん怖がっちゃうかもしれない。そう、だから人によるじゃないですか、なんか声かけてなんか嫌だなと思う方もいるかなと思ったり、でちょっといろいろ考えちゃったらエゴさんがちょっと違うお店入ってっちゃったので、なんかちょっとタイミングどうしよう、どうすればよかったのかなって思ったり、ちょっと心配になりました。いろいろそういう時っていいんですかね、わかんない、人によるのかもしれない。そうだね、高校生に声かけるのもあれかな、わかんない、声のかけ方もあるよね。でもそのなんかいろいろね怖いじゃないですか、もしなんかそういろんな場合を考えてみたら怖いから、犯罪そう、ちょっとやめといてよかったのかもしれない。まあでも
向こうがね、向こうエゴさんも気づいてて、私が挨拶しなかったらもうそれはもう私すごい最悪なんですけど。そうでもね、前歩いてたから自分がパパって抜かしてこうやって話しかけるのもめっちゃ変かなと思って、なんかいろいろ考えちゃったよね。そう声をまずかけない、あそれいいですね。時と場合を考えた方がいいですね。チュリさん、チュリ先輩は人見知りだからメンバーも隠れちゃう。なるほど。でも私も、あでも私アナンちゃんと会ったことあるかも。その時はなんかわかんない、どっちが先気づいたんだろう。まあでもどっちも気づいたからあーってなったけど、うん、そうですね、難しいですね。なかなか根津子の声優の人と関係あるの、うん、あなんか前言ってた人、紀藤さん、全然ないです、全然ない。同期なら大丈夫。そうそうそう。でもね SK に入る前も結構ね、あの先輩方をね街で見かけたりしたんですけど、あのえでも愛知の人なんですか、その根津子、根津子か、根津子さんの声の方愛知の出身なの。いいファンですね。その話ちょっと長いちょっと、あそうなんだ、知らなかった。トウモロコシの歌歌ってあげたの、うん、何やトウモロコシの歌って、あ夏野菜の歌、あれって何、アナちゃん自分で考えたの、夏野菜の歌って。すごいね、作詞作曲のセンスがあるね、それはすごい。遅くなってごめん、全然ありがとうございます、見に来てくださって。そうだよアナちゃん、そうなんだ、すごいねセンスあるよ、その作詞作曲の才能があるアナちゃんは、すごい。愛知県出身、あそうなんだ、私作詞作曲のセンスないと思うので。秋野菜の歌も、じゃあ冬野菜の歌も作るのかな、すごいね。加入間もない後輩が先輩見つけて隠れるのもあれやれけど、ちょっと難しいよね、ちょっと私センスないよ。そうで、アナンちゃんすごいね、鬼退治された場所か、どういうこと、そうなのにじゃないよね、知らなかった、それはみんな詳しいね。夏野菜の歌、冬野菜の歌やね、じゃあ楽しみにしてましょう皆さん。ちょっとじゃあ秋野菜の歌聞いてみるね、夏野菜ちゃんと。みくりん野菜嫌いじゃん、嫌いですね野菜、野菜嫌いですめっちゃ野菜嫌い、だって美味しくないもん、好きな野菜しか食べません。だからピザはいつの野菜の、どういうこと、どういうこと、ピザはいつ、なんかこの間ごめんなさいね話変わっちゃうんですけど、あのハロウィンの時に配信をした時に、あの3時間ほど配信をした時にですね、あの皆さんが私のハッシュタグつけてこう、ね、ツイートとかしてくださるじゃないですか、それを私が見てる時のスクショを載せてた方いたんですよね、エゴサしてる時のミックルンって、それ面白かった、面白かったです。それそう、あ質問すごいありがとうございます、よかったら今日のブログで質問答えますので、皆さんあのよかったら質問ハッシュタグつけてしてください、今日載せます。5つぐらい答えようかな。ありがとう。今見ました。この間してくれてたみたいですね。ありがとうございます。質問は？8時ぐらいまでだったら受け付ける。回答できる。しますよ。回答しますね。8時、7時半。8時か7時半ぐらいまで質問受け付けますので、よかったらハッシュタグつけてどんな質問でも受け付けます。全然する。エゴサのショールームの時現れてください、いつも現れてますよ、私はいつも現れてます、本当に毎回と言っていいほど現れてて、あのそう、あのこの間カラオケ配信をされた時に、ニクルは天使ですか、天使じゃないです
天使じゃないです。今エゴサタイムっていうか自分の見てました。したくね、たまにさミクルンルンのルンが2つの方とかいてね、ちょっとあーってなっちゃう時もあるんだけど、そうで配信された時に、あ本当だ、質問してくれてる。じゃあこれ答えますね。ありがとう、たくさんしてください。よかったら本当どんな質問でも受け付けますので。結構多いのは何だろう、ミクルンどこどこ行ったら何してみたいとか、ミクルン最近はなんちゃらかんちゃらみたいな感じの質問が多いね。ミクルンは天使ですか。ミクテン、ミクテン。そうしてた時もなんか20分ぐらい遅れちゃったんですけど、配信そのコメントでちょっと遅れちゃいましたって配信でコメントしたファンの方がミクルンちょっと遅刻って、そう親御さんのファンも面白い、あの方も多くて優しくてね、そのファンは推しに似ますから。元気ですか。元気です。初見さんありがとうございます。エゴさんの配信でたまに名前を聞くぐらい、たまにでも嬉しいんですよ。私はミクル姉ちゃんの顔かわいい、ありがとうございます。かわいいなんて、久しぶりにハッシュタグでツイートしよう。してください。お耳がピコピコするやつマイメロの OK、 また来ますね。嬉しい、登録してあるの嬉しい、ありがとうございます。ミクルンルンにしましょう。いやでもミクルンルンルンにしてあるからそのままでいいです。ありがとうございます。ひよこさんかわいい、ありがとうございます。お帰りなさいですか、ありがとうございます。確かに確かに、ちょっと待って、あったあった、公演、でも公演なんか10期生みんながキャッチフレーズ決まらないとキャッチフレーズは披露できないみたいなので、いつになるのであるな。未来妹ビジュアルガスミクル妹、どういうことどういうことどういうこと、どういうこと、こんばんはこんばんは。あ、初見さんありがとうございます。ちょっと熱くなってきたから切りますね。お尻に入れてるんだな、確かミクル、そうなの、そうだっけ。夕食の海鮮炊き込みご飯定食、ま待って待って、ファンの方がいただこうと思います。いただいてください、美味しく食べてください。待って待って、みんなの会話にすごいついていけなくなって、誰のせいだ、何の会話、すごい今日でも初見さんがすごい、でもたくさん来てくれてる、嬉しい、ありがとうございます。でもえ、私ちょっと会話についてきてます、ファンの方でもね、全然みんな決まってないよ、なんかサインも決まってない。何々の妹、何の何、妹じゃないです、私姉なんで、私お姉ちゃんいないです、そうお姉ちゃんいないです、私が姉なのでお姉ちゃんいないです。今久しぶりに聞かれました、多分そういうことだよね。多分こんばんは、初見さんありがとうございます。初見でしたから違う。今日は名字ね、多いね、困っちゃう、本当に名字変えたいなと思っちゃうもん、本当に。15日ぜひ皆さん公演見に来てください、よかったら応募してください、お願いします。そう、ミクルンと握手したら泣くかも、本当にいいよ、泣いて慰めます、よしよしって。よしよしって、バーニー姉さんお姉さんじゃないですよ、本当の姉じゃないですよ。ぜひね皆さんよかったら見に来てください。ではまだチャンスはあるので15日以外も絶対、そう姉さんはいとこ、いとこじゃないです、いとこじゃない、全然血つながってないよ、全然血つながってないです。はい、
泣かないけどめっちゃ喜ぶ、嬉しい、もうそんな喜んでくれるの嬉しい、ありがとうございます。早く行けるじゃんね、それはそう、本当にそれはそう、そうなんだよね、その早くもう満席でファンの方を呼べる状態になってくれるのが本当に一番いいですよね、それはそう、そうそう。でも まずなんか一歩なんていうの、進めただけいいね、配信じゃなくて、配信もあるけどファンの方を入れられるっていうその状態になったのがまずいいね。これから少しずつまた良くなってくれること待ちます。逆立ちでラーメン食べれるネタすごい面白いですけど、当たったらもうあれだ、当たったらみんな乗せてね、ミクロに会いに行けるって。あ、確かに、そう、そう、遠征ができなかったりしますよね、そう、それもある。だってファンの方が全員名古屋の方かって言われたら違うじゃないですか、実際。そう、アミクロ逆立ちできないです、怖くて。昔はね全然できてた、昔はなんか本当に怖いもの知らずっていうかできてたんだけど、今めっちゃビビりだから無理。こんばんは、こんばん、ありがとうございます初見さん。アカウントバレてる名古屋に住みたい、そうだね。だからさ、本当に前は台所でライブしてたんですが、ということは遠征できなくてもする。でも皆さんもし遠征する場合は本当に気をつけてくださいね。そう、遠征される方とかね、いるかもしれないから、そういう方はきちん、あの、気をつけてください。そう、増えてるね。関西来てくれたら、関西ね、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。あー、台所でやってましたね、病気の役。あー、それはあれですね、ママのあれ、バーニー姉さんはママの親友の子供です。なので血はつながってません幼馴染でしたから、だからバーニー姉さんが生まれた時から、うん、なんていうの、だから本当もう生まれた時から仲いいって言ってもいいぐらいのあの感じなので、本当に血つながってないです。だけどなんか本名言えないからあだ名でバーニー姉さんって言ってくださっただけなので、ファンの方がなんかつけてくれたんですよ。だから血はつながってないです、幼なじみです、バーニー姉さんは。そう、いとこじゃないですよ、そう、ママの親友の子供、子供って言っていいの、うん、子供です。だから私が生まれた日もいた、抱っこしたりとかしてる。そう、だからお互いの親が抱っこしてるの持ってる。だからバーニー姉さんのママさんが私を抱っこしてる写真もあるし、ママがバーニー姉さんを生まれた時に抱っこしてる写真もある。え、なんでそのあだになったんだろうね、誰がつけてくれたんだろう、わかんない。最初はなんかカナダ姉さんだったんだけど、なんかヤバって言ったのかな。あ、バーニーっていうキャラクターが好きなんですよ、その方が。バーニー、バーニーっていうキャラクターがあるみたいで、バーニーってキャラクターが好きなんだよねっていう話になって、で私の幼馴染だけど2つ上なんですよ、2つ上なのね。だからもうお姉さんみたいなんですけど、ほんと家族ぐるみみたいな感じ。バーニー姉さんには本当にお姉ちゃんみたいな感じなので、何でも話せるし、本当にお姉ちゃんなんですけど、そうそうそう、だからそのカナダ姉さんは嫌だって言ってそうなったの。そうだそうだ、バーニーってキャラクターが好きだからバーニー姉さんになったの。そうそう、あ、そう、変な恐竜、18歳じゃない、私だって17だから19です、19です、バーニーさん。本当は本名ね言った方が楽だけど、何でも可愛いって言ってくれるな、小さく
そう、何でも可愛いって言ってくれる。それはある。近所付き合いの延長みたいな感じ。どうだろう。ちょっと難しい。なんていうの。ちょっとね、近所の付き合いがわからないからあれなんだけど。そう、私はセブンティーンです。いくらいつの間にか8月に17歳になりましたけど。本当に、まあ、家族ぐるみですね。ご飯もよく行くしさ、お泊まりとかも普通だったし、本当にずっと一緒。距離がおかしい、距離感がおかしい。普通の友達の距離感じゃないから、なんかお買い物しててもずっとくっついてるんですけど、優しいですよ。これは今度もするし、なんか私が劇場出た時は見てって言うし、強制的に見てっていう感想を言ってくれます、いつも。あー、そうそう、バーニー姉さんの弟くんはハクのモノマネをずっとしてます。でもそれが案外似てるから、バイト、コンビニのバイトやってみたいんですけど、まあバイトはできずに終わりましたね。コンビニのバイトは一回してみたい。なんかわかんないけど、なんかしてみたいなと思ってた。あ、社交頑張ってますね。それはそう。本当に私の家族全員と仲いいので、あの人は、バニー姉さんは。そう、親友、お姉ちゃん、もう本当お姉ちゃんって言ってもいいぐらい。メイドカフェ、メイドの格好するのはいいけど、カフェでバイトするのは大変だよね。ローソンの制服が一番可愛い気がしますけど、バイトせずに終わっちゃった。東京港区はちょっとあれですね。バニー姉さんはオープンだと思う。すごいオープンな人です。本当に。でも全然ね、今会えてないから、あの社交もあるっていうのもあるんですけど、全然会えてなくて、今月会えるかなって感じだったんですけど、私があの青春ガールズ公演が始まるので、ちょっとわからないって感じで。そうで、マリネさんとちょっとなんか、日本だけど名古屋じゃないとこで遊びたいねって話してたけど、本当にメイドカフェもいいですね。カナダにいるんじゃないんだ。今は違う、今は社交だし帰ってきてます。なんか年越しぐらいまでいる気がするんだけど、ちょっと年越しはちょっと分かんないから、どうなるか。ユニバデート、あ、でもなんか11月で会おうよとは言った。私が連絡したしたら、あ、全然いいよって言ってて、なんかちょっと違うとこでもいいかもねって話してて、なんか服を一緒にお揃いにしようよって言ったら、えって感じだった。それはちょっと微妙な反応された。多分あの人は自分の着たい服を着たい人だと思うから、色味だけでも合わせようよって言ったんだけど、ちょっとそこはあんま賛成してもらえなかった。服の系統が違うから難しいんだよね、多分合わせるのも。そう、姉妹子、いやでもね、服の系統本当に違うから、真逆だから、こんなリボンなんてあの人好きじゃないし、ちょっと難しいから、なんかまあ一緒に行けるだけいっかって感じ。けど本当ちょっと私の予定がわからないので、確実な予定言えないからさ、ここ休みだよって、本当に難しいですね。ね、バーニー姉さんのメイド服、私もでも見てみたい。変だろうなって感じ、絶対なんかイメージできないから、本当に絶対、でも多分着たくないって言われそう、その前に嫌だって言われそう。だから私のメイクもしてほしいの、一回。バーニー姉さんのメイクはやってもらったことあるから、一回は私が普段してるメイクをバーニー姉さんにしてほしいんだけど、
まあどうなんだろう、もう首と顔が浮いちゃうかもしれないよね、私が使ってる化粧品使ったら。ちょっとでも見てみたい、アイラインさ垂れて描いてさ、涙袋キャッキャにしてさ、めっちゃ見たいもん。ピンクのリップなんかつけて、リップのあのピンクのチークとか、普段ねピンクのチークなんてつけないから、バニーねさん。そう、私のメイクもしてほしい。私のメイク、あだどんなメイクしてますか。ウェイウェイ、初見さんありがとうございます。ウェイ、ラブミクルンズ研修生です、ありがとうございます。ね、嫌がりそうで、メイクぐらいだったらいいよって言ってくれそうだけど、その私の服着て出かけてって言ったらえってなりそう。そう、カード2枚あるよ。何のカード、何のカードだろう。そう、バニー姉さん大人なんだよね、もう大人の大人すぎてちょっとダメ。私だから普段さ友達と歩いてると私の方が年上に見られやすいけど、バニー姉さんと歩いてるとあのバニー姉さんも上に見られるから、私の方がまだちょっと幼く見られる。ミクロに少し幼い、本当にありがとうね。揺れるさつまいもさん、さつまいもさんどこにいる。あ、言っちゃダメじゃん、言っちゃダメじゃん言っちゃダメじゃん、ダメだダメだ。使ってるメイク道具は全く違うの。え、違う、全然違う。まず化粧下地から違う、色が黒いから暗い色を使ってるんですけど、私は自分なんか白い紫系のやつ使ってるし、もうその時点で違うし、あとはなんだろう、アイラインの描き方も違うし、涙袋なんて全然ギランギランじゃないよ。眉毛の描き方もそもそも違う。19には見えない、バーニーネさんね、21ぐらい。ミクロンのメイク配信ですか、長くなっちゃうかもしれないけど、それでもいいなら全然やります、全然やるよ。そう、その人に合ったメイクだからね、ほんと真逆だよ、全部使ってるもん。メイク道具また増えたかな。え、増えた増えた、もうメイク道具ばっか増える、日々更新されてく使ってんの。バーニーさんどうなんだろう。バーニー姉さんの30歳ってだって11年後ってことでしょ。私も11年後あれだよ、28歳ってこと。わあ、ってことはすっぴんですね、久しぶりの。そうですね、もうすっぴんをね配信で見せることにも抵抗はなくなりました。ミクロの可愛いひべしん、ありがとうございます。本当にそう、みんなでねおしゃべりしながらメイクをすると結構長くなっちゃう。使わないメイク道具、え、でも結構使わないメイク道具はね、あの捨てちゃいます、私は。でも結構同じの使うタイプだからリピートしちゃうんですけど、10年経っても変わらなそう。不安だね。10年後の自分なんて想像できないけど。公園の時の落ちないメイク、公園の時の落ちないメイク、どんなメイクしてるかな、落ちない時。あ、でも汗をかくからなんていうのかな、私は、じゃあ今度あれにしますね、公演の時のメイクしてみるね。だけど変顔 NG でもすっぴん OK、 変顔は嫌だけどすっぴんは OK。 あの公演の時は汗をかくので、たくさんあのフェイスパウダーをもうめっちゃ多いぐらい顔にはたいてます、いつもだけど。そう、めっちゃフェイスパウダーつけてる、本当に。そう、あんまりなんていうのかな、汗でさこうきらびやかに映らないように、そうだからたくさんフェイスパウダーをはたいてます。そのおかげであんまりでも落ちなかったりもするかも。だけど本当に頭3曲終わると汗がすごいんですよ。濃いメイクする
あんまりでもしないようにしてます、濃いメイク。だけどこの間のメイド服着た時にすごい結構自分なりには普段より濃いなと思うメイクをしたんですけど、あのそっちの方がなんか好評だったみたいで、なんかめくるん今日の配信のメイクの方がなんか人気出そうだねって書かれててみたいな。でも結構メイク濃くてみくるんうんっていう人もいたりとか、ちょっとなんか難しいですね。フェイスパウダーはねほんとたくさん塗った方がいいと思う。私はなんか流行ってますもんね、今ツヤが見えてた方がっていう韓国のメイクの方とかだけど、私はもう全然もうそんなの気にせずにジルスチュワートのなんかこんなでっかいフェイスパウダーもうこんな叩いてる。でもそれはあると思う。でもなんか下のラインをね最近ねあのたまに書く読んですけど、リカちゃんがいいな下ライン似合うのいいなって言ってくれた。リカ全然似合わなかったって言ってた。そう普段のメイク、普段のメイクどんなだったかな。でもアイライン、どうだろう普段のメイクどんなんだったかな。でもほんとメイクでいろいろ変わるから難しいよねってすごく思います。メイクはアイメイクが特に好き。アイメイク一番時間かかる本当に。ほんとにアイメイクが一番かかる。ミクル姉ちゃんは夜ご飯何食べるんですか。え、わかんない。今んとここれは飲みましたもん。でも今あんまそんなお腹空いてない分かんない。ご飯なんかご飯ができたら配信終わろうと思ったんですけど、そもそもご飯はどんな感じなのか分かんないから今現状。リップ好き。リップはこれねリカ子ちゃんが使ってたリップと多分一緒な気がするんだよね。お昼は何食べた。お昼はお昼何食べたかな。お昼は全然なんかそんなあれだよ、お弁当だから全然そんななんか食べてない。朝は私も食べてないし、朝ごはんは私は食べない人です。これ多分りかこちゃんも使ってたやつかな。多分あんま色落ちしないよってねおすすめしてくれたやつだと思う。多分西田あかりさんのブランドのやつですね。ご飯だよ、うん、ご飯だよってママから連絡があればいいですね。おでん、あ肉まんね、ギフトで肉まん来たからね。明日はお仕事というかあのレッスンがあるので、そうレッスンがあるので、一番可愛いと思ったメンバーは誰ですか。10期生での話ですか、全体ですか。それは SKE の全体ですか。お仕事頑張ってありがとうございます。公演の準備頑張ってきますね。そのためにちょっと踊らないと。そう私は転石がちょっとやっぱ苦手で、苦手というかなんて言うんだろう、ミレちゃんほどの感じにいけない。ミレちゃんはそういうね自分の世界にこう入れるからだけど、私はちょっと小石がね自分なりにはねすごくあの頭を振っててこうこんな感じのつもりなんだけど、意外に映像で見たらなんか自分ダメでちょっとなんか殻を破けてないなと思った。ちょっと頑張って研究します。全体エモエゴさん、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 あやっぱミスのアイリさんは本当に可愛いなと思います。あのゲイ入る前から可愛いって好きだったので、そう そうこのリップね好き。これリピートでもいいかなと思ってるんですけど、結構暗い色だからちょっとなんかうんって感じ。そうダンスっていうのかな、あれはとにかくこうちょっと頭を振って手を振ろう的な感じに気がする。そう水野愛理さん好きです。本当にエコパの時にお話しさせていただいた時に嬉しすぎて泣いちゃったもん。
でもくすんだ色がね、多分私の顔のね色には似合わないんですよね、ブルベなんで。かゆいよ。そう、感情爆発させる系のねこの石ちょっと目指しますね、頑張る。この石ねちょっと不安。あとはシンデレラはねすごい私好きなんですけど、シンデレラは好きなんか分かんないけど踊ってて楽しいけど、リハの時に一回靴のボタンが外れちゃってめっちゃぎこちない踊りになっちゃったことがあったから、すごい靴は不安だったりするけど踊りに関してはすごく好き。ね、冬は乾燥するから、もう出ました、ハンドクリームの時期がやってまいりました。私の大好きなハンドクリーム、ハンドクリームだったら何個あってもいいかなと思っちゃうから、なんか今年の冬も集めようかなって思ってたりする。え、そう、冬だったらなんかジェラピケのさ、見ました、あれ福袋ママが見してくれた福袋。うん、福袋、そうママが見してくれて、うわーと思って。でもね、ジェラピケの福袋は今まで買ったことなくて、そう、お気に入りのハンドクリームはたくさんある。え、ハンドクリームはねたくさんあるよ。そう、ママのお友達さんがくださったあのハンドクリームがあるんですけど、以前も多分見せたんですけど、ディオールのハンドクリームでめっちゃ匂い、いい匂いなの。すぐ完売、そう、すぐ完売しちゃうの。もうやっぱ人気だよね、やっぱ女の子。そう、やっぱりそう、トレンドにしてたみたいですね、ママがね見せてくれた。買ったことないんだけど、でもすぐ完売しちゃうから、すいません、これにてドローンします。ありがとうございます、初見さん、また来てください、よかったら。あ、5245人、ありがとうございます、よかったらフォローしてくださったら嬉しいです、お願いします。そう、すぐ完売しちゃう。だいたい可愛いね服屋さんの福袋はあの絶対完売しちゃうんですよ。私はね、福袋だとね、リズリサの福袋を買ったことがあって、リズリサって福袋買うとなんか大きいなんかバッグとか可愛いバッグがついてきたりとかするんですけど、それをね買いに行ってたりとかしてたけど、そう、男性よね、初見部って。あ、全然全然、ありがとうございます、待って待って、また待ってますよ。そう、もうね、男性用のも出ちゃったらね、もうねダメだよね、もう超人気。いや、犬もあるよね、犬にもう着れるジェラピケあるの知ってました？びっくりした。もうダメだよ、そんな犬にまでさ、そんなパジャマ作ってあげちゃったらさらに売れちゃうじゃないですか、困っちゃう。それはこれ以上ジェラピケさん人気になっちゃったら困っちゃうって感じ。そう、ワンちゃんのもあるらしい、だから犬飼ってる方はぜひ着せてあげてください。ナイスクラップはどう？え、何それ、お店ですか？スワンキスのあるんですかね、福袋。私はリズリーさんしか買ったことないんですけど、でも本当に中身がさ、福袋って難しいですよね。ミクロのお話し会楽しいですか？本当にありがとうございます。あ、確かに恋人さんたちがね、お揃いにしようとか言いそうですね。それもそれでいいんじゃないですか。ワンちゃんに買ってあげよう。私のワンちゃん似合わなさそうだけど、着てくれるかな。え、そう、だから最初なんか子供服なのかなと思ったんですよ。だけどワンちゃんだった、子供服じゃなかった。子供服でもしジェラピケ出てるんだったら妹と一緒に着たいなと思ったの。マイメロとかとさ、なんかパジャマ出してくれたらいい。そう、妹にねちょっとねジェラピケ一緒に着ようって言いたいんだけど、あるのかな、子供の。ミクロちゃん犬飼ってるの？飼ってますよ。そう、6歳だから子供服、全然子供服。なんか一緒のね冬服を欲しかったの、なんかお揃いで着れるような上の服でも、なんか大きいスウェット系でもね。そう、けどなかなか見つからなくて。だけど最近妹が足を怪我して、なんか病院に行ったらなんか
そう骨折じゃないんだけど、なんかすごいあざなってて、そう足首ね、なんかつけてる固定するやつ大変けど元気ですね。やっぱ子供は足が痛めてても元気。そう痛い痛いって言ったらね、病院行ったらあれだった。待って今何分だ、ちょっと待ってね。あじゃあ7時になったら配信終わろう。そう捻挫、うん多分捻挫かな。そう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 服屋さんね、あのなんていうのかな、あとうんどこだろう、アンクルージュとかの服屋さんとかの福袋は結構ねあるんですよ、当たりとかがあったりするから。結構ねあれだもんね、去年かな、うん、去年じゃないその前の年かな、福袋結構欲しくていろいろ探してたんですけど、結構中身の差がないんだよね。これどうやって合わせられるんだろう、なんかまだ1月1日なんだけど、いいのかな、ちょっとわかんない。こういうのはパパとかママにやってもらうのが一番ですね。私の福袋はねちょっと迷っちゃいますね。伊賀どんちゃんの足も良くなってきたのかな。伊賀どん誰だ、電波だけど、ね、でもこれ自然となるんだよね。ちょっと待ってます、ちょっとわかんない、こういう時計とか使ったことないのでわからないんです。あの福袋、あ福屋の福袋、なんか私が行ってたリズリサさんの福屋さんがなくなっちゃったの。そうだから毎回ネットで見てる。窓際に置いた方がいいの、電波受信ボタン押した、あ押してない、これちょっとわかんないですね。ちょっとママにやってもらいます。こういうちょっと機会難しいですね。欲しいものしか買わないから含め、あわかる、それはわかります。最近ね欲しい靴があったんですけど、なんかヒールが低めの靴が欲しかったんですよ私ね。なんかヒールが結構高いものばっか履いてて足が疲れちゃうんですよやっぱり。でちょっと身長もねでかくなっちゃうから可愛くないな、身長大きくなっちゃうのと思って170とかいっちゃう気がして、多分その靴わかんない、160後半とかいっちゃうから、その難しいなと思って、可愛いですね靴をね探したんですよ。で私あのバブルスっていう靴屋さんがあるんですけど、そこの結構靴屋さんが可愛くてあの見てたんですけど、可愛い靴があったのになんかヒール高かったの、それもだから残念だなと思って遊びに来ました。ありがとうございます、ありがとうございます。今から送りますね、ミクロまだ、あ、オッケー、窓側にいて いますね。これこれ可愛いのにね、キラキラしててなんかヒール高かったの、低そうに見えたのに、あ高いかも、やっぱこうやって見たら、あ高かったかも、高さねヒールがね6センチで後ろのヒール13センチって書いてある。でも可愛いんですよ。これ可愛くないですか、可愛くない、そうこの靴ね。だけどヒールが思ってたより高かった。リカちゃんと仲良しなの、仲いいですよ。バブルス可愛いですよね、バブルスだけどなんかヒール高かったの。なんかヒールが低めななんかローファー系の可愛い靴を探してるんですけど、なんかおすすめのブランドあったりしますか、誰かよかったら教えてください。なんかバブルスの靴ね1個持ってるんだけど、ちょっとヒール高くて全然いいんだけど、時と場合によってねやっぱ靴って分けたいじゃん。だからすごいなんかよかったらおすすめっていうかさ、可愛いローファー系こういう靴のなんかちょっとヒール低めなのあったらよかったら教えてください。本当に気になってる、なんかこれとかだったら低いのかな、ファンの方に相談するっていう。
これだったら低めかな。靴は何足くらい持ってるの。なんか最近ね、そのレッスン着で行動することが増えちゃったので、基本的に私服の時はあれなんだけど、もう楽な服を選んじゃうの。もう前までは本当にスカートでみたいな、こういう靴を履いてみたいな、髪巻いてみたいな感じだったんだけど、もうそんなことめんどくさくてできなくて、だからスニーカーが多いですね。スニーカー、エゴさんにお話しするときミキちゃんが付き添いなの。エゴさんがいつも、え、そうそうそう、いつも一人でお話に行くのが恥ずかしくて、あのミキちゃんに、なんか絶対ミキちゃんについてきてって言っちゃいますね。ミキちゃんがいいよって言うと、エゴさんがまたミキちゃんについてきてもらったのって言ってくださるので、緊張しちゃうんですって言ったら、なんか全然いいのにって言ってるんですけど、ちょっとあの恥ずかしいんですよね、まだちょっと一人で勇気が出なくて。仙台からこんばんは、こんばんは、ありがとうございます。そうそうそう、ページにね書いてあるの、なんかベロー系も可愛いんだけど、え、こんな靴履いたらもう大変なことになっちゃう、転んじゃう転んじゃう、気をつけて履く人。難しいですよね靴って。5センチぐらいのがあったらいいな、5センチ。なんかあ、最近本当にね靴ばっかりね見てる、こういう、でもなかなかいいのに出会えなくて。ミレちゃんとアナンちゃんはレッスン、ちょっとあんまり、ちょっと服見てみます、ミレちゃんとアナンちゃん。私はもうなんか顔だけちゃんとメイクする、あとはもう全然です。はい、高すぎ足が出たこせつちゃん、でもね可愛い靴欲しいんですけど、なかなか見つからない、欲しいのが。入れてわさび、初見さんありがとうございます。あ、バラありがとうございます、ありがとうございます。初見です。ありがとうございます。初見さん。冬はブーツも履いてほしいところ。でもあるよ、モコモコのブーツ。コメント見て、見てますよ、コメント。ありがとうございます。ブーツ、履くよ。モコモコのね、ブーツがあるんですよ。ブラン、どこの、あの、お店の名前は言っていいか分かんないから、あれだけど。昔厚底ブーツとか履いてたけど、厚底ブーツ、え、でも私ロングブーツね履きたいんだけど、ロングブーツって服に合わせるのが難しいから、なかなかあれですね。今の身長に満足、え、もっとちっちゃくなりたかった、身長155センチとかが良かった、これ縮めたいんですよ、だから頭の上に本を置こうかなって思ってる。でも姉さんはスニーカーしか履いてない、もうスニーカーばっかり履いてる、スニーカー好きねって感じ。こんばんは、あ、コメントありがとうございます、やっとしてくれました、コメントありがとうございます、いつもありがとうございます。そう、159センチってプロフィールに書いてて、だけど身長測ったら160センチあったんですよ最近、だから結構体をね動かすようになって伸びちゃったのかなと思って、身長が嬉しいんですよ、身長伸びちゃうのは嬉しいことだよ、ちょっと足長く見えるかなとか思うんだけど、やっぱちっちゃい方が女の子は可愛いって思って、でも158とか9が一番ちょうどいいって言われてますよね。バーニーズさんね、ヒールなんて履かないよ、もうスニーカーばっか、スニーカーばっかり。前もね、あのちょっとあるお店のスニーカー屋さんに行って靴買うの付き合われてました。出かけてたからコメントできなかった、ありがとうございます、出かけ見てくれって言って、でもありがとう、コメント。ちっちゃい女の子がダボっとした服を着てるのって可愛くないですか、だから私155、6ぐらいがいいんですけど、どう思いますか皆さん。
かちゃんより高いって言われ、でもはるかちゃんと別に身長はそんなに、でもはるかちゃんも変わんないやん、私と身長、みずきちゃん、私、はるかちゃんは身長全然変わんない。いやでもみきちゃんは身長高いのがちょっとあれかもしれないけど、本当に足長いしスタイルいいから、本当に踊りもすごい綺麗に見えるし、なんかリハビリとか見ててもなんかいいなって思う。そういうところで見ると、あ、身長大きくて手足が長いって羨ましいなって思うから。そう、ちなみにちょうど靴買いに行ってたの。いいな靴、私も可愛い靴に出会いたい。全然ね、あれ159ぐらいかな、はやかちゃんも。その3人はねほとんど身長変わらないんですけど。早起き、はい、ステージ映え、そう、ステージ映えする。本当に縮めた。ほぼ、でも、もし身長が縮んじゃって、今の体重だったら、多分太って見えちゃうから、ちょっと、現身長で我慢してます。あーね、リカちゃんね、ショック受けてた。でも結構、ミキちゃんの方がね、がっつりね、抜かしてましたね。いや、いいのよ、私はもうね身長は気にしてないです全然。そう、バランス、そうバランス。あ、待って、もう59分だった。わお、わおわおわお、ちょっと待って、じゃあスクショタイムしましょう。忘れてましたね、時間を忘れて喋ってました。え、じゃあちょっと待って、ギリギリだからちょっともうちょっと延長するじゃん。15分までにするじゃん。7時15分までにするね。だから今、どうだろう、10期の身長わかんない。今度背の順で並んでみますか。6時15分までやる。ちょっとご飯はさ、できてるのかな、ママ。ちょっとそこのところ教えてほしいですね、ママは。でも、だってこんな時間だからさ、ちょっと炭水化物とか出されちゃったら太っちゃうじゃん、7時って。7時15分。え、あ、わかんない。ちょっとわかんない。10期の身長わかんない。わかんないです。聞いてみてください。10期の子に。身長何センチですかって。わかんないから。背が高い、背が低い10期って誰やろ？え、わかんない。ミネちゃん？わかんない。ちょっと身長の質問わからないです。ごめんなさい。本人に聞いてみてください。そう、7時に終わろうと思ってたんですけど、ちょっと私が時間忘れてたので、ちょっと特別にというか延長します。15分だけ。ごめんね、身長わかんない。多分ミレイちゃんとかじゃない？ミオちゃん、あ、ミオちゃんかな。ワンちゃんミオちゃん説ある。うん、多分ミオちゃんとか。ちょっと前髪言うこと聞いてください。多分みおちゃんかみれいちゃんの気がする。違ったらごめんね、みおちゃん。あ、プロフィール見て、うん、見てみて。みんなのプロフィール見てみて。でも私も本当にプロフィールはちょっと、でも159センチのままでいさせてください。伸びてたんですけど。そう、年齢は、年齢だけは分かる。年齢は10人の中で7番目です。年齢は10人の中で。そうなの、ミレイちゃんはね結構身長大きくなる気がするんですけど、私たち結構ね言ってる、大きくなりそうだねって。分かんない。でもあれはあれで、ね、メロンパンが好きって本当、え、それは本当てか本当のことしかプロフィール書いてない。ちょっと身長だけはあれだけど、メロンパンが好きなのは本当にメロンパン好き。キャラとかじゃないから、なんか身長詐欺なんだ。ちょっとひどい。それはたった1センチだよ。1センチってそんな、結構下。そうそうそう、だから年少3人組が私の下にいるだけで、
私ももしかしたら年少組だったかもしれないっていう話をっていうのを結構実機でしたりする。えミクラももしかしたら年少4人組の中4人組だったかもしれないんだよねっていう話をしたことがあって、確かにって、そうだよ、そうそうそう、身長はいいのよ。でもメロンパン好きなのは本当に全然アイドルのキャラとかを作ってるためじゃなくて本当に好きです。結構ね思われちゃうと思うの、キャラでしょそれみたいな。違うんだよ違うんだよ、本当にメロンパン好きだから。ミクロン何歳なの？17歳です。あ、バニー姉さんから写真来た、噂をしてたら、さっきだけで噂したの。どうも、後で返信します。そう年少ってことも写真選んでて、あ、ちょっとバニー姉さんのさ連絡の内容読もうとしちゃった、やだやだ、ダメよ、まあ、大した話じゃないけど。いや伸びてるともう155ぐらいはあるのかな。でもミレイちゃんどうだろう、ちょっとわかんない、普段どんな写真送ってくるの、うーん、なんでしょう、本当にくだらない感じです。違う、なんか多分17歳なのにもうなんか19ぐらいの顔してるから、多分年を取ってもそんなだけで、危ない危ない。でも本当に大した会話じゃなかった今見たら全然あれだった。うん、多分ね みおちゃんが今一番、みおちゃんとみれいちゃんが結構いいとこな感じじゃない、身長は。うん、そんな感じな気がします。でも私は身長ちっちゃい女の子が可愛いからと思ってるからすごい羨ましい。不思想な顔してる？してる時ある？もうそれはそれで嬉しい。あ、髪型で変わるのは確かにそれはある気がする。そうそうそう、最初の方からの配信見てくれてる人とかあれかな、いろんな髪型してたの見たかもしれないけど、こんなに出遅れたらラブミクロの失格で、失格じゃないですよ、ありがとうございます、いつでも嬉しいです、見てくださって。あ、今5分ですね。スクショタイム先しとこうかな。おめめが好き、ありがとうございます。でスクショタイム、スクショタイム、取れた、撮れましたか？撮れたことを願ってます。いつも可愛い、ありがとう。30センチも身長差あると子供しか感じないから背が高いこと、本当に可愛いね、ありがとうございます。じゃあみんなハッシュタグつけて可愛いスクショ載せてください、見させていただきます。とりあえず私は今日はブログ更新日なので7時半か8時までにちょっと質問がある方もよかったら送ってください。あるかな？どうしよう。2つぐらいしか来てなかったらちょっとそれはそれで悲しいけど。メールのね返信で以前来てたのもあるからちょっとそれをスクショしてあるので、それはそれも答えますね。じゃあどんな質問でも受け付けてます。笑顔かわいい、ありがとうございます。今日もお洋服いい感じ。そう、ちょっとこの間ね買った服だよん。配信終わったからツイートするの、ありがとうございます。ミクロは天使ですかっていうさっきの質問はちょっと採用するか悩んでおきます。こんばんは、こんばんは。あ、この間ギフトくださった方ですね、ありがとうございます。そう、ルンルンルンがね3つなの、ルンルンルン3つだからね、みんななんかたまにね2つでねルンルンついてる人もいるの。そうだからみんなちょっとよかったら気をつけてください。そうなの、お願いします。ルンルン、そうミクルンノートってまだ生きてる、全然生きてる、全然生きてる、むしろなんかもう
マクシャッターとかないから大丈夫だよ。あのハートのボードも残ってるし、まだ全員の。4つはいませんか。なになに4つ、そう4つはいませんかとは、うん、とりあえず今日はブログをちょっと頑張って書かないと。あのハロウィンの時の写真を載せます。マッサージマッサージあ、ルーンは3つです。ルーンは3つですよ。ルーンは3つ、ルーンは3つだよ。ミクルンルンルン、ルーンは3つ。え、3つだよね自分が間違ってたらちょっとダメだから。そのマッサージも最近顔のマッサージ頑張ってる。いいんですよ、好きな画像をね待ち受けにしてください。そう、好きな画像を待ち受けにしてください。私は待ち受け結構コロコロ変える派なので、もう結構もう好きな写真が出ちゃったら結構変えます。だからロック画面とホーム画面がもう大変、どっちにどう設定しようって迷っちゃうことが多い。そんな感じです。ワンって犬が吠えて、嘘、吠えてた今。三つ、そう、ルーンは三つだよ。大富豪のコインたまった？どうだろう。でもたまったらすぐ使っちゃってるからあれなんだけどね。私も、ちゃんとこの今配信してるちゃんと消してる携帯はロック画面もホーム画面も決めてるんだけど、こっちの音楽聴いたりしてるやつはロック画面は初期のやつで。ホーム側は変えてる。アプリのアイコンも全部全然してくれても嬉しいです。したらじゃあスクショ載せてください。でも初期設定の、私さ、あの iPhone の初期設定の待ち受けでなんか海のやつがあったの、海のなんかやつがあったの、あれなくなっちゃって、そうだから今地球のにしてる。全然可愛くないのに地球のにしてる。飽き性なんですよね。アイコンとかもめっちゃ飽き性のタイプだった。今アイコン設定してないぐらいです。結構飽き性なので。そう、一番好きなチキンは何ですか。ヤンニョムチキン。そう、難しいよねチキンね。チキン、そう、この間もなんかアップデート来てみたいな。地球、そう地球なの。全然可愛くない地球。そう、これは音楽聴くだけの携帯だから。そう、でも今ショールームしてるちゃんとメインで使ってるのはエゴさんです。待ち受け持ちののエゴさん。なんか LINE のアイコンをエゴさんにした時に、なんか以前のマネージャーさんがなんか、あの私って気づかなかったみたいで、なんかエゴさんからのから LINE 来たかと思ったみたいなんですよ。エゴさんアイコンにしてたら、エゴさんとのツーショット待ち受けにしてます。ホーム画面はグランマとのツーショットから、あーいいですね、それ大事にしてください。待ち受け、あそう、勝手にねアップデートされちゃう。だから私アップデートする前にアップデートされた方のコメント見てからアップデートします。自分のアイコンを顔をアイコンにする人いるかな。見たことあるけど私はしないです。ツーショットアイコンにしないの。ツーショットはもう私だけの宝物ってしとくそう、エゴさんはエゴさんは中継しないと思うから、なんか勘違いしたとしたって話聞いた時はなんかって思ったけど、そう自動アップデートをねオフにしておかないとね。そう、自分の顔アイコンにする方は多分相当自分に自信がある方ですよ。その SNS のアイコンをさ自分にするのはいいんだけどさ、 LINE とかのアイコンを自分の顔にはしないかな。かわいい
かわいい。そう、なんかさね、日々かわいいを更新させてくれ。昨日の公演はポニーテールでもちょっとまだ見れてないので見ます。水野愛理さんも出てましたし。そう、アップデートね、最近もアップデートされたから。でもこの間のアップデートが一番進化ありましたね、うん、待って、もう13分だったから配信終わるね。痛いよ背中が。13分なのでそろそろ配信終わりにしたいと思います。配信終わりにしますね。また来るねんねん、来てください。キムチウォン大好きな、え、アイズワンのですか。私もアイズワン、キムチウォンちゃんが大好きです。チウォンちゃん大好きなんです。最近黒髪、暗いですよね髪が。嬉しい、可愛いです。暗い方がやっぱ女の子は可愛いんでね。ってことで皆さんありがとうございます。見てくださって15日頑張るので、よかったら配信でも直接見に来てくださったら嬉しいです。よかったら応募してね。ありがとう。6733人、ありがとうございます。本当にたくさんの方見てください。よかったらまだフォローしてないよって方がいたらフォローしてくださったら嬉しいです。ブログの質問も待ってます。じゃあね、バイバイ。